剣岳、剣岳は、飛騨山脈、北アルプス北部の立山連峰にある標高2999メートルの山。富山県の城市町と立山町にまたがる。中部山岳国立公園内にあり、山域は、その特別保護地区になっている。日本百名山及び新日本百名山に、選定されている。立山、鹿島槍ヶ岳、松岳と並び、日本では、 数少ない氷河の現存する山である。日本国内で一般登山者が登る山のうちでは危険度の最も高い山とされる。これは、その一般ルートが一服博士か,から前博士本港の間で岩両伝いの鎖場や梯子ごのルートになることによる。難所として、カニの横ばいカニの縦ばいと呼ばれる鎖場があるが、実際にはより容易な稜線で、 滑落事故などが発生している。また、クライマーと呼ばれる多くの一流登山家も、その岩場や雪山で命を落としている。最終表記に発達した氷河に削り取られた、氷色戦法で、その瞬間な産業は、訪れる者を圧倒し、登山家からは、岩の伝堂とも、岩と雪の伝堂とも呼ばれている。北から、東の方角には、大窓をはじめとする、窓と呼ばれる。 建水氷食国が発達し、うち三の窓と小窓の両谷には、日本では数少ない現存氷河である三の窓氷河と小窓氷河を要する。南東の方角には日本三大設計の一つとして知られる博士、沢設計があるが、こちらは氷体を伴わず氷河ではない。飛騨系の戦力岩と判例岩の硬い岩から構成され、それを気力岩が貫いている。 山の上部は森林限界の廃末帯で内町の生息地であり、青の菅桜や白山一毛などの鉱山植物が自生している。古くは見学と表記されていた。博士の字には多くの遺体字があり、一般には常用漢字表の字体を用いて剣岳と表記されることが多いが、地元の城司長は剣岳が正しい表記であるとしている。国土地理院は、 城島地からの申請を受け、立山町の同意を得た上で2004年発行の地形図から、剣岳と表記している。剣岳は古来、立山修源と呼ばれる山岳信仰の対象であり、小山神社の祭神の一柱である、天根田寺からおの神、立尾天神剣岳神、本寺不動明王の神体として、信仰を集めてきた。一方立山信仰では、針山地獄とされ、 立山連峰の他の頂から参拝する山であって、登ることが許されなかった。日本百名山の著者である、深田久也は、万葉集に見える、立山について、これは、今の立山ではなく剣岳のことであろうという辞説を展開している。工房大師、空海がわらじ千速、三千速、または六千速とも言うを費やしても登場できなかった、という伝説がある。 近代登山としての歴史は浅いが、古くから不動明王として崇拝され、信仰対象として主験者に登られていた。明確な記録に残る初登頂は、陸軍参謀本部陸地測量部の測量官、柴崎義太郎機下の測量隊によるものである。柴崎隊以前に、数例の登山の記録や伝説、公費が存在する。幾たらによる最初の登頂の際、 錆びついた鉄拳と銅製の尺状が発見された。これらの遺物は当時の官邸では奈良時代後半から平安時代初期にかけて登場した修験者のものと考えられた。山頂近くの岩屋には古い焚き火跡もあったという。これらの遺物は立山修験の貴重な証として柴崎が保存していたが、1961年に杖頭が重要文化財に指定された。 柴崎の死後は遺族から寄贈されて、立山町足倉寺の立山博物館に展示されている。柴崎らは、登頂の困難さから重い三角点標石や特に、かさばる櫓を組む丸太を運び上げることができず、山頂には立ったものの三等三角点の設置を断念し、山頂には標石のない四等三角点を置いた。また、三角点の設置場所を記載する。 天の木の作成は三頭以上との規定のため、剣岳の天の木は作成されなかった。一般的な登山ルートは2つある。両ルートとも、途中の山小屋に一泊して、翌日山頂を目指すのが一般的。別山尾根ルートは室堂までバスなどの公共交通が利用できるのに対し、早月尾根ルートでは、登山口の馬場島までの交通手段、マイカー。 またはタクシーに限られる。ただし馬場島には、馬場島層とキャンプ場があり、前日泊も可能。馬場島は、毎年末、早月尾根から、剣岳山頂を目指す登山者でにぎわう。そのため、登山基地である馬場島と早月小屋には、県警山岳警備隊が常駐する。バリエーションルートとして、千人地、池の平らから、小窓、山の窓を経る。 北方稜線ルート、八つ峰、ね、または、源次郎尾根をたどる、稜線重層ルート、設計を詰める長次郎谷、宇治長次郎の名に由来、平蔵国、武蔵谷、三の窓設計、池の谷様田、右又などの各ルートのほか、北アルプス開拓の歴史の一部をなす、数々の東藩ルートがあるが、いずれも、一般登山者向きではない。岳の岩場は、谷川 小高岳と共に日本三大岩場に数えられロッククライミングのメッカの一つとなっている。周辺の登山ルート上には以下の山小屋がある。一部の山小屋ではキャンプ指定地が併設されている。登山シーズン中に営業を行い、期間外は閉鎖される。陶器の剣岳は日本海側気候のために豪雪になり、元来の春検査と相まって登山条件は一層。 厳しく、毎年のように遭難者が出ている。富山県は1966年に、富山県登山届で条例を定め、剣岳周辺について、危険地区とした上で12月1日から翌年5月15日までの間に危険地区に立ち入る者に対し、登山届の提出を義務付けている。登山届の不提出や、虚偽記載などの違反行為に対しては、罰金が科せられる。 城市町観光協会によれば、1959年から2016年までの、剣岳方面での死者数は345人。早月をねるうとの出発地となる上市町馬場島には、毎年12月1日から、県条例で、登山計画の届け出が義務付けられている翌年5月15日まで、城市警察署馬場島警備発出所が開設されている。発出所には、 富山県警察山岳警備隊員が交代で常駐するほか、年末年始は、早月小屋へ隊員が上り待機する体制が整えられる。飛田山脈の三つ股連枝家から分岐する北に長く、伸びる枝尾根の主猟線上にあり、北には、毛カチ三山、南には別山、立山へと尾根が伸びる。東側には、黒部川を挟んで、 飛騨山脈の主猟線である後ろ盾山連峰と対峙している。源流となる以下の河川は日本海へ流れる。剣岳当面と西面にはなだれ間用型の小規模な氷河が存在し、当面の氷河は黒部川の水源の一つとなっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。